おはようございます。おはよう。お待たせしました。皆さんおはようございます。おー、ハートがいっぱい、ありがとうございます。おはよう。おはようございます。ララタタララタタ、戻ってきました田中。お待ちしてました。おはようございます。今日もとっても寒いです。1週間ぶりぐらいですかね。どうだっけ、1週間過ぎてるかもしれないですね。めっちゃ久しぶりだ。メリクリはまだだけど、もうクリスマスですね。背景が、おはようございます。久しぶりすぎて黒い服で白飛びするの忘れてたわ。黒い服普通に着ちゃった。おはようございます。待ってましたか。まあ、昨日ね、広島の方はテレビで見れてると思うんですけど、よいしょ、おはようございます。寒い寒い寒い。おはよう。うん、復活しました。ちょっと前髪巻きすぎたのかな、なんかちょっと復活一発目、ちょっと可愛くしたかったですけど、ちょっと前髪巻きすぎた気がする。ギチャギチャになってる。おはよう。1週間経ちましたかね。はや、でもね、ここ最近お昼ぐらいに起きてたので、すごい今日はめっちゃ珍しく早起きしたので。でも昨日の夜すごい眠れなくて、多分3時くらいに寝たんですよね。だからすごい目が充血してるんですけどね、もう12月になった。おはよう。後遺症ないと思うんだけど、わかんない、多分ないはず、わかんないなんかどっからどこまでの期間で、なんか最初にもう喉が痛くなりすぎて、もうなんか喉痛いのがデフォルトみたいな、もう元からみたいな気になってきたもんね、途中から。食欲はずっとありましたね。でもお昼に起きるから、なんかもうなんか12時とかに起きて14時とか13時とかにご飯食べるみたいな感じになってましたね。味覚ね、ありましたね。私はあったから、最初味覚あるから違うかって思ってたけど、なんか喉がすごかったから声出ない、え嘘でしょみたいな感じで思ってたら嘘じゃなかった。そう、たくさん寝ましたね。しかもちょうど実家に帰ってきてるので、ちょうどなんか犬の癒しもありつつっていう感じで、うん、インフ
フル、確かインフル、私わかんない、インフル私もう 3,4 年なってない、多分、いや 4,5 年ぐらいなってないかも。高校生でインフルなってないから、もっとなってないか。じゃあやんな。インフルの時は喉っていうか熱って感じだったけど、私もでもインフルの時でも元気なんですよね。なんていうか食欲あるし、めっちゃ食べるんですよインフルの時。すっごい食べるから、すっごいすぐ2日3日ぐらいで治るんですけど、だから、うん、ね、おかゆは一回も食べてないですね。おかゆあんまり好きじゃないんだよね雑炊の方が好きだけど、おかゆ食べなかったですね。熱出ても食欲減らないタイプですね。夏バテも本当にそんなにしたことないので、よっぽどじゃない限り、もうご飯お腹空かないことってそんなに本当になくて、ずっとね食べれるんですよね食欲ありすぎて。めっちゃありました、全然。辛いものはちょっと我慢してたけど、たまにちょっと唐辛子かけたくなって唐辛子かけてたけど、なんか喉には辛いのはやめた方がいいって書いてあったから書いてあったから我慢しつつって感じでしたけど。そう、ですね。まあ明日もねイベントなんでね、明日は下関でイベントがあるので、それに向けて今日復活できたのでね。公演できる体力わかんない、あるかな。でも筋トレと、あともう暇すぎてお部屋の掃除をしたら、お部屋からあの縄跳びを発見したのでね、縄跳びとかねたまにやってたりとかしたけどしたけど、わかんないです、それで体力がどうなってるかわかんないですけど。そう、縄跳びって体力、なんか体力維持みたいな感じでもね、縄跳びあの1日目やって、あ筋肉痛きてないと思って、2日目やって、2日目の次の日、あれやばいふくらはぎやばいやばいやばいと思って、2日ちょっと休んで、でまた2日ぐらいやった縄跳び、多分1日かな、わかんない。そう、いや縄跳びはね普通の跳び方しかできないですけどね、やっぱ縄跳び。え、なんか最近友達で縄跳びダイエットにめっちゃ成功しとる子がおったから、あ縄跳びいいやなと思って縄跳びした縄跳びしました。でもちょっとお庭があるうちに縄跳びやっとこうと思って、うん、でも今も筋肉痛も治って、で昨日も縄跳びして寝れたけん、すごくあのいいいい体力作りできています。急に頑張りすぎやな、ありがとう。まあ、次やる、明日はもうミニライブみたいな感じだから多分大丈夫だと思いますし、次ある公演ってマイカートチャートリの対バンかな。それもちょっとセトリが変わってるから、40分ずつしかないから、そのがっつり1公演あるのはここ数日はないからね、まあ、大丈夫かなと思います無理せずありがとうございます。でも数日間メイクしてなかったから、ちょっとメイクが分からなくなってきたんですけど、とりあえずまつげ塗っときました
とりあえずアイライン絶対下手くなっとる。昨日引いてみて、うわめっちゃ引けんのやけどって思ったけん、ちょっとアイラインは薄いやつにした。前髪もなんかちょっと本当は1週間前に切ってたんですけど、あのちょっと伸びたか、ちょうどよく伸びたかって感じですかね。お肌めっちゃ休めたと思う多分。そうだからめっちゃいい。髪もなんかチュルンチュルン、なんかアイロンしてなかったんですよね、人前に出らんし、そんな寝癖つかないから元からなんですけど、もうチュルンチュルンです髪が。なんかいい感じです。髪も顔も何もせず過ごせたので1週間、ヘアスプレーとかもちろんつけんし、これすごいいい感じでございます。そうチュルンチュルン休めました。CM くらいツヤツヤやったー。もうめっちゃね、それはツヤだった。しかもなんか癖が全然ない。そう充電期間できました。キラキラお目目サッカー見てないですけど、ツイッターとかでなんか結果だけすごいもうトレンドとかになってるから流れてきてましたね。影山優佳さんが予想を当ててたとか見ましたね。それくらいかな、うん、ルールわからないんでね。11人でやるっていうこととゴールキーパーがいるってことぐらいしかわからないので、そんなに熱狂して見てたわけじゃないです。こっちは充電 2% くらいになってましたでも配信がない生活ってなるほどこういう感じねってなりました。みんなはね、私毎日やってたからね。なんかあとメールとかもそんなにいつもよりやっぱなんか送る内容もないし、送る体力もないからあんまり遅れてなかったんですけど、いつもよりは。だからか分からんけどみんなからの返事がめっちゃあって、それ嬉しかったですね。今後とも引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします。あの時間がある時にもうめっちゃメール返信とか見てたので、とってもとっても良かったです。自撮りの在庫うんなくなったね多分。あでもおはようツイートとかもしてないから、おはようツイート写真は何個かまだギリ残ってるんですけど、自撮りはマジでしないから なくって途中までずっと犬の写真をねメールに送ってたんですけどそう写真もチャージ、写真も増えてもないんですけど減ってもないので、まあプラマイゼロなんですけどかわいいでしょ、モカモカっていうね、モカくんっていう犬がねいるんですけど、実家にはさっきもまだ寝てましたけど、そうずっとねあのメール自撮りできないからモカくんの写真をねいっぱい送っててこの期間でめっちゃ送ってた気がする。でいつもはパパがご飯をあげたりとかしてるんですけど、私がずっとこの期間はご飯あげてましたね、モカくん。犬好きな方は嬉しかったですかね。モカメールやばい、うん、本当にその状態だったね。自分映さずにモカだけ映して、でモカもマジで本当に24時間のうちの20時間ぐらい寝てるんじゃないかってぐらい寝てるから、ほぼほぼ寝てるモカだとか
寝てるか、なんか犬ってなんか布団を掘りたくなる、ダックスなのだからなのかわかんないんですけど、ダックスって鼻が長いのはなんか土の中に入っていくじゃないけど、なんか土を掘ってたから、ダックダックスって鼻が長いんですけど、だから土を掘りたくなるのか、布団を置いてると布団を掘るんですね犬は。なので掘るか寝るかしてましたね、もかくみんな犬掘ってるんだ、犬は掘りたくなるのかもしれないですね、布団を。やじまさん、ありがとう。そう、1054日、そうなんですよ。あのこの期間でチケット、あ、チケットなくなるじゃんって思ってたら、その次の日、なくなった次の日に、あのショールームのね、毎日配信継続チケットなくなるじゃんって思って次の日見たら、もう一回増えてた。ドンって、多分あのコロナになったら、なんか保険じゃないけど、なんていうんですか、なんかコロナの方には多分支給されるんだと思う。昨日まで1枚だったのに、なんか13枚ぐらいなってるみたいな思ったもん。ショールームしないけどショールーム開いてましたもんね。そう、救済措置って言っちゃった、救済措置がありました。増えてた、多分増えてた。今何枚あるか、めっちゃ増えてました。毎日継続チケット、あと10枚もあります。ほうほほほのほう。でもその魔法がかかってるからさ、なんかチケットを持てる上限枚数10枚ですってここに書いてあるのに13枚とかなってたから、超えてるよって思いながら魔法がかかってるから、超えてても表示されてた。10連休まで行けますね。なのでちょっと旅に出てもちょっと森とかに帰ったりしても大丈夫そうです。ゆうぴょんハートありがとう。よいしょ。でも本当に、まあ、出かけないから服はもうずっとなんかスウェットみたいなダボダボな服を着てたんですけど、この期間の間にめっちゃアマゾン3回ぐらい頼んだし、これも実は GU なんですよ、この服。めっちゃ良くない？なんかこの肩が落ちる感じがめっちゃ好きなんだ。GU の服、 GU って通販めっちゃなんか2日3日ぐらいで届くんだよね。すごい早いなと思って、かわいいやんと思って買った。あ、そう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 、ブラックフライデーがあったから、 Amazon がめっちゃ安かったから Amazon も買い物しちゃって、他にもちょっと買い物しちゃったんだけど、なんかまだ届いてないのあるから、ちょっと今度実家に帰ってきた時に受け取るかなって感じ。そう、いっぱいネットショッピングをしてしまいましたね、この期間に。すごい、今日着る服もギリギリこれが買ってたからあったけんよかったけど、ほんとこっち帰ってくるときあんまり服、別におしゃれ着とかせんでいけん別にあんまり持ってこないけど、アウーバーも頼りにしましたね。ちょっとそれこそカツ丼とかね、メールで送ったんですけど、カツ丼とかウーバーも頼りにしましたし、そう、めちゃめちゃネットショッピング、ネットあってよかったなって思いましたねこの時代でよかったなってめっちゃ思いましたね。ふなっちさん、お手紙ありがとう。ドラマとかアニメ、ドラマはでも
あんま見てないけど、アニメでもアニメスラムダンク結局最後まで見てないんですけど、スラムダンクとか、あと最近この前なんか移動中に初めて見たチェーンソーマンにちょっとハマって、チェーンソーマンは今ネットフリックスで最新まで見れるとこまでは見たとか、あとはやっぱいつも通り孤独のグルメをずっと見てたりとか、なんかの感じですね。ブルーロックって何？初めて聞いた。なんだろう、あっくんハートありがとう、そうって感じでしたかね。あと映画とか見てたかな。なんかドラマポチ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 、次の話次の話って押さない関係、そう大変やけん、そう映画見てました。ツイッターフォローしてる？ブルーロック？何それ分かんない。ごフォロー分かんない、初めて聞いた。え、広告に出てきたのかな、わかんない、してな、ん、わかんない、初めて見た。なんかフリーみたい、フリーっていう水泳のアニメだったけど、それ見てたけど、鳥がさえずりが聞こえる。そう孤独のグルメ、渡辺美穂さん出てたりとかねするし、私はあの孤独のグルメの方が好きなので見てたりとかしますし、となぜか実家に帰ってくると見たくなるのが昨日何食べたっていうやつがね好きでね見ちゃうんですけど、それも食べ物料理作る系のやつなんですけど、やっぱり俳優さんの名前全然出てこなくなった。あの方だよ、あの方、昨日何食べた、あの方あの方を見てたりとか、そうそう孤独のグルメの松重さんはそう福岡出身だし、そう親近感がすごいあるので見ますね。あの細い人がいっぱい食べるのめっちゃ好きなんですよね。あのシュッとした、本当に食べるのかな松重さんって思いながら見るけど、しかも松重さんはなんかあの孤独のグルメの中ではお酒飲めないっていう設定の人なんですけど、本当はめっちゃ飲めるらしいんですけど、もう役でめっちゃいつもウーロン茶とかお茶頼んで、うん、なんか居酒屋とかでもお酒が飲めない人だからめっちゃ場をしらけさせてしまうみたいなシーンがよくありますけど、うん、そうですね。野生の大食い、そう松重さん本当に食べるか分からんけど、撮影やけん分からんけどでも結構なんか書き込んだりとかしてるから食べてるんかなって思いつつ、おはよう、おはよう、あ、やっぱそうなんや、松重さん本人はあんまり食べないからあの仕事大変、そうなんか変わってあげようかな孤独のグルメ、あとはなんか何見てたソロ活女子とかも見てましたね。なんか登場人物あんま出てこない系のものをめっちゃ見てましたね。そう、あ、西島さんか、昨日何食べたは西島さんを見るために見てる西島さんと料理を見るために見てます。なんかたまになんかこれアドリブみたいな、ちょっとなんか本当の笑顔みたいなのがあったりとかする、見てて面白いです。
孤独のグルメずっと見てますよ。今シーズン10までありますけど、しかも福岡だと普通にテレ東が見れるから、普通になんか録画リストにめっちゃ、パパも好きだからね、孤独のグルメめっちゃドドドドドってあって、いつもはなんか TVer とかで見逃し配信で見てましたけど。そうなの。おー、今日誕生日。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアほっぺたぷにぷにさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。おめー、サンプレは田中おめでとうございます。いいね、12月生まれの人なんかいいなってめっちゃ思う。沖さんにも多分伝えたけど、12月誕生日いいな。僕も誕生日なんか、それ嘘じゃない、本当に。うん、なんか違かった気が。おめでとうございます。サンプレは田中です。あっくんハートありがとう、おめでとう。プレゼント受け取ります。あ、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいです。あ、ココアさんもそうか、今年の誕生日はそうか、ココアさん今日だっけね。あとはね、そう、サーヤンもあと2日、今日何日かちょっと曖昧なんだけど、あれ 1日、うん、明日か、今日3日だった。だね、うんうんうん、12月誕生日ってなんか良くない、めっちゃロマンチックじゃない。12月の空気いい、12月の雰囲気好きだからいいよね。良きですな。でもクリスマスプレゼントとタンプレが一緒にされちゃうのかな、ケーキとかも一緒にされちゃうのかな、もしかして。まだこの前半だったらそんなされない。12月の20日以降とかだったらちょっと一緒にされそうだよな。うん、ね、日によってはそれはちょっとやだけど、12月のカンガルー耳の12月だ。12月といえばクリスマスコンサートもね、昨日くらいに当落が出てたみたいですし、なんか結構カメコで当たった方をめっちゃ早、私のファンの方では多く見受けられましたけども、見受けられましたけども嬉しい。だから去年のクリスマスライブ、岡山でのクリスマスライブのカメコの写真見つけてきたもん。めっちゃ漏れてるやつがあったから、ちょっとカメコ、あ、これはまあ誰かファンの方が撮ってくれてるやつだから別に見していいのか。これめっちゃ漏れてるのでちょっとここに見せてき、ちょっと大丈夫か、壁がこんぐらいで見せた方がいいか。こんな感じで去年こんなあのユニットの衣装にクリスマスのをつけて、なんか雪を降らせてくれるなんか技術もありましたよね、去年岡山で。そう、あの地方級さんプラス吉田中の4人のユニットだった。なんかあの語る系というか歌う系の、今年のイブには泣かないようにっていうやつやってましたね。懐かしい感じがしますけど、岡山も昼夜あったっけ、どうだったっけね、岡山の時の懐かしい
雪をこんな技術で降らせれるんだなと思ってすごいと思いました。青木さんとの写真もある。なんかペアダンスみたいなあったあれかな、ようやくしたクリスマスかな、なんかペアダンスだった気がする。僕たちのロマンス、予約したクリスマスだこれそのままだ。あったね、懐かしい。でインストアライブとかもありましたしね。インストアライブは広島県でありましたけど、今年はもうねクリスマスコンサート、しかも夜だけ、非公演だけ、なんかちょっと寂しい気もするけど、まあリアルお話し会もあるしオンラインもあるから、まあそうかって感じやけどね、インストアライブも楽しかったけどね、今年はなかったですね。ピエンピエン、寒いですね。暖房ガンガンにつけてる、ハイパワーにしてるのに寒い、なぜ。さっきなんかここの気温見たらもうなんかえって思ったもんね、3度とかだった気がする。さっき、あ今は7度に上がったらしい。ちょっと光が差してきてる、めっちゃ自然光でなんか光ってるんだけど今なんか白飛びしてない背景、自然光がすごい差し込んでる。めっちゃ寒いですよね本当に。昨日もだから寝るときに暖房をつけて、でも一応喉乾燥しないようになんか2時間後に切れる設定とかにしてやったけど、でも布団に入って3時間ぐらい寝れなかったからもう切れたよね途中で暖房めちゃめちゃ寒し、寒しですね。ね急に寒くなった、びっくりした。昨日とかももう本当にえペットから出られるけど大丈夫そうって思いながら、昨日もちょっとだけ早く起きたからでも寒いって思いながら、ね、みんなも気をつけてください。めっちゃ寒、めっちゃ寒、めっちゃ寒だよ。まあなんかでも夏の暑さを我慢するよりは冬はなんかマフラーとかコートとか着たら多少は暖かくなるから、まあ我慢できそうっちゃできそうやけどな。今も布団にくるまって見てます、めっちゃ可愛いや、いいね布団。私もこの後もう一回ちょっとモカと、やっぱ犬いると体温高いから暖かいし、モカと一緒にソファーで布団をかぶってテレビ見ようかなそうしようかな。あとこの期間にねもうメガネも届いたんですよ。ちょっと前にねメガネ胴入れてもらうのお願いしてた。まあ、どう入れたか入れてないかで別にのみんなから見える図としては変わらないんだけど、このクリアメガネが胴入りになりました。嬉しい。そんな目はちっちゃくならんけん、まあそんな変わらんかなって感じだけど、めっちゃねピントがすごく合う。今のコンタクトがピント合わないんですよ。それはなぜかというと目が悪くなっていたからでしたコンタクト濃度より強いですこれ。だからなんか度がマイナス 2.25 とかだからマイナス 3.0 よりあのマイナス4マイナス5になっていくと目がちっちゃくなってしまうらしいけど、まだマイナス3以下だから目ちっちゃくならんって、そんな言いよった。いい感じ。これなんかフレームがでかいのがいいよね。先生みたいっていうのはちょっとあまり嬉しくないなあまり嬉しくないな。しょしょ、目の変化ないです。だから私はマイナス 2.25 やから見た目だけ頭です。なんか違う気がする見た目だけなんか違う気がする。知的に見える、いやそうだもんね、うんそうだもんね。
あ、生徒会長、あ、いいよいいよ、それにしようそれにしよう、生徒会長にしよう。いいこと言ってくれたね。私はなんかずっと前に見た古川優香さんっていうモデルさんがいるんですけど、 YouTube もやってるんですけど、古川優香さんがクリアメガネをつけててめっちゃ可愛いなと思ってて、クリアメガネ挑戦したい気持ちあるけど、いや似合わんなって思ってずっとやめてたんですけど、このなんか下がなんかなくて上がこのフレームがあるのがちょっと可愛くて、ちょっと歪むね。あ、なんかネックレスが、ここにあるネックレスがちょっとだけおしゃんにゃんと思って、まだピカピカ、すごい磨きがいのあるピカピカ度です。まだえ、めっちゃ太陽出てきて、なんかすごい明るく神々しくなってきた。よいしょ、いいよこれせえさあもうそろそろ10時にもなりますし、私はねモカくんとイチャつくタイムがあるので、もうすぐ終わりたいと思います。縦目欲しいけど合うサイズ、サイズ合うのがない、顔ちっちゃいもんな、だから顔ちっちゃい人って逆に大変そうやなって思いつつ眺めてる横から私はそんなちっちゃいタイプじゃないから、お姉ちゃんとかも顔ちっちゃいんですけど、これ絶対大変やろうなって思う夜も。でも小顔が際立つからいいじゃん、なんかフレームがでっかく見えて、よいしょ、見て挟み方間違えた、ほっ、よしよしって感じで、田中は元気になりました元気になりました。味覚もはあります、なんか匂い若干薄めって感じだけど、まああのこうやって嗅げばこうやって嗅げば匂いあるんで、まあ元気になりましたということで、ちょっと太陽も、ね、差し込んできて眩しくなってきましたので、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ではランキング読んでいきます。では久々の22位のみほりん賞からいきます。22位は高弘さぬきさん、そして13位は修理屋さん、12位ドーグラスさん、11位自徳さん、10位神谷敦さん、9位氷柱さん、8位野獣馬さん、7位おしめんななみんさん、6位フラペチーノさん、5位かんちゃん、4位こいさん、3位ふなっちさん、2位あっくんあと自称みほぱぱさん、そして第1位大地さんでした。ありがとうございます。てなことでこの辺で終わりたいと思います。皆さんまた、皆さんもお元気でお過ごしくださいませそしてなんかあのすごい時間がいっぱいあったのでね、七並べこの機会にやってみようと思って、最近あまりできてなかった七並べをね、実はねちょこちょこやってまして、そうみんなもでもやってくれてて、結構なんか十何位とかにいたから田中が嬉しいですね皆さん。なのでもしかしたらまた会えるかもしれないので、七並べもぜひやってみてください。今年最後の七並べなのでね、ということでこれで終わりたいと思います。あ、秒数ね、一応27秒でやるときはやっとる、じゃあぜひということで最後にじゃんけんして終わります。最初はグーじゃんけんパー、ありがとうございました。ではまたね、お元気で。